超臨界流体とは臨界点以上の温度、圧力下に置いた物質の状態のこと。気体と液体の区別がつかない状態と言われ、気体の拡散性と液体の溶解性を持つ。なお、原子力工学における臨界状態とは異なる。超臨界流体としてよく使用される物質は水と二酸化炭素である。超臨界流体の水は酸化力が極めて高いため、 腐食しにくいと言われているハステロイや白菌、イリジウム合菌、さらに金やタンタルまでもが腐食する。安定な物質であるセルロースやダイオキシン、PCB も超臨海水中では分解可能である。酸化力が極めて高いがゆえに使いづらいケースも多く、その場合はアリン海水を用いる。超臨海水の密度は室温の液体水の0.03から0.4倍程度であり、 摂氏100度、0.1インパの水蒸気に比べて数十、数百倍大きい。粘生率は気体並みに低く、自己拡散係数は液体と気体の中間程度で、臨海水とアリン海水は気体分子と同程度の大きな運動エネルギーを持ち、液体の1、10程度の密度を持つ活動的な流体といえる。150摂氏350度、0.5から25インパ。 のアリン海水は大きな加水分解力を持つ高温高圧の液体水であり、アリン海水や超リン海水は温度、圧力を制御することにより、密度や溶解度等のマクロな物性から流体分子の溶媒は構造等のミクロな物性、構造まで連続かつ大幅に制御が可能。アリン海、超リン海水は有電リスや四石という反応上に、 大きな影響を与える要素の制御が容易で単一溶媒であり、なおかつ水溶性から非水溶性の特性を示し、イオン反応上からラジカル反応上までを提供することができる。また、超臨界流体の二酸化炭素は様々な物質をよく溶解する。目的物を溶解した超臨界二酸化炭素を臨界点以下にすると二酸化炭素は気化するので、 後には溶質のみが残る。気化した二酸化炭素は回収して再利用が可能である。実用としてコーヒーの脱カフェインやニンニクの周期成分や機能性食品の有効成分の抽出などに使用されている。二酸化炭素は臨界温度が摂三31度と低いため分子を破壊せずに活性を維持した状態で抽出することができる。以上のように 超臨海流体を使用したプロセスは、従来の重金属や強酸などの触媒を使ったプロセス、あるいは可燃性、毒性のある溶媒をこのプロセスに置き換えることで、環境に対する影響を低減させる特徴を持つ。また、ダイオキシンに代表される有害物質の分解にも使用可能である。そのため、グリーンサスティナブルケミストリーの視点から注目を集めている。 ただし、高温高圧の条件が必須であるため、装置は高圧ガス保安法の適用を受ける場合が多い。また、溶解性や反応性が高いため、容器やシールの材質にも配慮が必要である。以上の理由から、超輪海流体関係装置の溶石は必ずしも大きくない。火力発電では、作動流体である水蒸気の圧力及び温度は、 高ければ高いほど熱効率が高くなる。このため、ボイラーに寒流ボイラーを使用し、発生する蒸気の圧力、温度を水の臨界点以上に高めた、超臨界流体が使われている。そのような発電技術を超臨界圧または超超臨界圧と呼び、1993年以降の日本の大型石炭火力発電所では採用されている。また、 さらに高温高圧の AUSC の研究が進められている。超輪開圧火力発電所は2018年時点、日本国内で100機以上が稼働している。この技術を原子炉に応用した超輪開圧軽水冷却炉が日本、カナダ、中華人民共和国、ヨーロッパで研究されている。第2世代バイオ燃料の製造工程でセルロースを 火水分解するために超臨海水の使用が研究される。バイオマスをアリン海水、超臨海水を用いて資源化する開発実用化は日本が最も進んでいる。経済産業省と東北大学、東京大学、九州大学は地下深部の高温高圧で超臨海になっている地下水を利用した地熱発電の実用化を研究する。ありがとうございます。